They have already collected some. They'll show you. हे बघा सुकलेला सुकलेला हे आणा रे ते कातळाचं ना कातळा ते कातळा कधी घातलेले आहे हा हा आहेत आहेत there yeah on that stone yeah. they are now they are they have kept for drying okay 今ちょうどあの鹿飼いのあの収集の最盛期でしてあのこれはあの鹿飼いのある実のあるその高度によってあの収穫期違うんですけども今こういうふうにして石の上で干しているところあ赤鹿飼いでこれをあの乾かして乾燥したら袋に入れて、まあ、出荷ということなんですけども今あの地元の原住民 の皆さんが来てますのでこれで今から鹿飼い拾いにあの向かっているところなんです。今日はあの鹿飼いどうやって拾うか見せてくれということであのじゃあ見せるから朝早く来いということで今朝あの鹿飼いの実のあるところまで山道を1時間歩くんですがまあ、トレッキングですね。トレッキングであの現地の人と一生懸命今鹿飼いのところに歩いているところなんですが湖が鹿飼い の産地があるんですけども去年は水がなかったんですけど今年は水があるつまりあの沖に十分水降ったんですね雨が降ったんですね今年は水がいっぱいあるなあとこの人たちはここに住んでいる人たちだそうです。で今から鹿飼いあのこの枝を持って鹿飼いを落としに行こうかというあのそういうおじさん。これワンちゃんが可愛いな。やっぱ人間のいるところに犬がいるんだな。可愛い可愛い。あらららららら。まあ、こんなあらら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 。可愛い可愛い可愛い。あああああ。はい。もうちょ。かわいい。I think I should remove the yokuzai. こうしてですね竹のスティックで落とすわけですね鹿飼いの実をこういうふうにして竹のスティックで今こういうにして、あ、はい、今これ今落としに入りました。これ揺すりますね。まだまだまだ落ちてきます。あ、OK OK、Go ahead Go ahead、please、からからから、でもうどんどん落ちてきますよ。からからから。あのあのあの。ボリポロで。今こういうにして、おじさんがこうやりますとですね。さあ、まだ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 落ちてきた落ちてきた。落ちてきた落ちてきた。どん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 落ちてくる。ああ、鹿が当たった。どんどん落ちてくる。OKOKOK。これ、これ鹿がい。これまだ乾燥してないのフレッシュ。ちょっと丸々です。乾燥するとあの平らにこういうふうになってくるんですけども、まだ乾燥していないこういう実が。
っぱい落ちてきました。これを今から拾うわけですね。あ、ここも見直しちゃってもなくなった、社会の実が。どうせつまさんはねえな。ちょっとだけ。今最初来る時にここの村人たちが20人ぐらいいたんですけども、みんな消えちゃったんですね。でどこ行ったんだって聞いたら、もう山の上の方にあちこちに鹿飼いの実があるんで、もうみんなチリチリにあちこちに行ってしまって、一日出てこないっていう、そう出てこないんだそうです。で夕方になると袋いっぱいにこの鹿飼いの実を集めてきて、それで村に帰ってくると。だから遠くの方で声はしてるんですけども、どこに行っちゃったんだろうという感じで、いや実はそれはもう鹿飼いの実は一箇所に固まっているわけじゃないので、森の中ですので、もうみんなそれぞれ思い思いに場所を知ってますので、もう歩いて鹿飼いの集めにもう入っていると。まあ今ここでこんだけこのおばちゃんが集めた鹿飼いの実があると。これをこの人たちは一日ひたすら集めて、夕方には山を降りてくると、そういうことだそうです。この人は去年も一緒に連れて行ってくれたお兄さん、今年もまたそこにいて、ここに鹿飼いを干したのが、まあ、山に住んであるんですけども、これはここの政府のこの原生林に、まあ、住んでいる、まあ、というかもともとこの森に住んでいる人たちなんですけども、代々、まあ、一応政府の森ということなんですけども、こういう人たちはこういった森のものを収集して、それを現金に変えて生活をしているということで、そしてその政府の森々ごとにコレクターといわれる、まあ、ハーブの収集を許された業者がいるんですね。でそういった人たちが野生のアイルベーダーの、まあ、有用なハーブ、いろんなものをこの森から季節季節に集めて、でこの現地の人たちがこういうふうにして、今は鹿飼いの季節ですので鹿飼いをこう集めて、今これ鹿飼いをみんなで集めようという人たちがこう来てくれているんですけども、こうしてこれを現金収入になって生活をしていくと。今鹿飼いの森に来て現地の人がここに鹿飼いの実を干しているんですけども、うん、フルーティーな香りしてます。これまだまだこう柔らかいですよね。これがあと 2,3 日もするとカリカリに固まってくるんですね、この天日干し。で見てください、この背景の山、背景の山はこれ鹿飼いの森、これ全部でここから集めてきたものをこういうふうにしてここで天日干しをして、これで多分最低でも 4,5 日は干すんでしょうね。いい匂いしてる。これ見事な赤鹿飼いですよ。これは赤鹿飼いは一番洗浄力が強くてトリートメント作用も高く新鮮なものですので、これをこのままか粗く引いて皆さんのお手元に届けられるように